い。これはいい感じのところで自撮りしてますね。これは映えるでしょう。お前の努力すげえな。久しぶりにお店行こうとしたらあるある。店舗が移転しちゃうやつ。転移しました。眼科。注意、この地域にマムシがいます。ほんまや。からし明太子が40円引き。でもよく見ると、サチコ明太子。これね、アンパンマンの黒ひげ危機一発的なおもちゃなんですが。もはや数の暴力。このリンチ感はひどい。パチンコ屋が浸水してる。これ核変中のやつとかかわいそうだな。あんたもパチンカスの金メダリストや。こちら車のガソリン入れるところなんですが、1リットル7キロメートル、よくて10キロ。もう車買い替えようぜ。こちらの麻婆豆腐をご覧ください。完全にスマホ。それかあんま美味しくないあの昔のお菓子。こちら皆さん何だと思います？ちょっと考えてみてください。これはね、太陽の光を使ってあるものを示す道具なんです。時計になってるんです。すげえ。でもめんどくせな。こちらの美人さん、化粧と加工する前はもはや作品である。こちらの方は目薬が怖いようで。どんだけビビってんだよ。なんか一緒にゴミとか入って逆に目に悪そう。この話続けてもいいですか？あ、うん。何食べた？ウサギとトランペット、それからやむにやまれずお相撲さんのお尻。もっと真面目にやれ。殴るぞ。ごめん。意味のわかんない会話すんな。3人のおじいちゃんが歩いてます。囲碁の話とかでもしてるんでしょうか？あいみょんって俺たちおじさんの気持ちを代弁してくれてるよね。気のせいだ。あいみょんの歌詞にお前たちの気持ちを重ねんな。1本48円、5本198円。5本だと約1本分お得。しりげ。そんなもん産んだバカ。つ、戦いの中でどんどん成長していきやがる。どんだけ普段練習してないんだ。本番で頑張るタイプ。こちらの時代を感じるモノマネ王座決定戦。この画像は中森明菜を真似するコロッケさんですね。コロッケに扮する中森明菜。逆だよ逆。そんな中森明菜見たくない。こちらは落石注意の看板なんですが。いや、お前が注意しろよ。こちらはボート券を販売しているところ。足踏みのタイプは30分1100円でレンタルできるみたい。もっと安いタイプがあるみたいで、手こき30分500円。おっさんが勘違いして集まるぞ。苦しい時は気分を変えてタヌキ探しを。タヌキ見つけてどうしろっつねん。スナックどん底。うん。なにこれ、メシール。ああ、なるほど、そういう使い方ね。バレバレ、バカだな。危ない、この先北陵高校あり。生徒に注意。生徒猛獣なの？どんだけヤンキー校なんだよ。違法に風俗店を営業、風俗店経営者らを逮捕。ロリババクラブ、11歳から13歳としていた女性従業員、実際は399歳から422歳。もう魔女じゃねえか。こちらとある選挙の候補者なんですが、プロフィールがね、みんなおかしいんですよ。まずこの方、性格せっかち、勇敢をタモリと間違う。せっかちとか言うかただのアホ。これでタモリは無理があるって。就職の面接会場で便意の限界、お漏らしするも運よく入社。うまいこと言ってないから。よく面接で漏らして入社できたな。好きな子からラブレターもらう。デートで人違いだと明かされる。説明、もはやそれ罰ゲームだろ。性格はちょっとつ盲信、電柱に3回ぶつかる。落ち着け。遠足でトイレ中にバス出発。制作五輪のトイレ問題。お前のトイレ問題を解決してからにしろ。キャベツ、トマト、レタス、ブロッコリー。落ち着け。この猫のおもちゃかわいい。ふざけんなよ。もうこれ猫じゃない、何か別の生き物。十二星座占い、本日の運勢。なんだよ、みんなラッキーアイテム冷やし中華じゃねえか。
カニパン、カニザボ入れてやれよ。受験生応援、東洋各種108円。もう人として応援する気ゼロ。目撃者を探しています。ここら辺でなんか事故でもあったんだろうね。10月6日20時40分頃発生したトラックとお地蔵様の交通事故です。釈迦にでも聞け。ブロッコリー盗んだ人、うまかったか。世は情け。え、ミッキー、まあ、それかぶり物だったの。じゃあそれ取ったら中どうなってんの。見てはいけないものを見てしまった。こちらの画像なんですが、子供がコピー機で手を印刷したらしいんですが、もう完全にホラー。これは夜中に見ちゃいけないやつ。おい、セクシー。この何とも言えない服、脱ぐとこうなります。もうただの雑巾。この人なんと履くだけでソーシャルディスタンスが保てるスカートを履いています。その全貌がこちら。トイレとかどうすんねん。コロナ対策の前に日常生活が送れない。皆さん列に並ぶときは距離を空けましょう。消されたスネ夫。その後スネ夫の姿を見た者はいなかった。コロナの件なんだ唐突に。入店時は消毒だ。いや消毒言うか、それ火炎放射器やんけ。ウルは 37.5 度以上の発熱があるな。検温様、変なの出てきた。三密真剣王子、ソーシャルディスタンス。ソーシャルディスタンスって王子なの。我が周辺に一定の距離あり。こんなの誰も近づかねえよ。こちらは街中で拾った Wi-Fi ネットワーク。よーく見てみると、モーリーラン、誰かやると思った。多分電波はいいよな。50歳くらい、太り気味で頭がハゲている、そういうことがあった。実施しよう。もうこれ言ってて慣れたくなんないかな。こちらは中学生の入学式、平成の27年だから、まあ割と最近っちゃ最近だよね。20年ぐらい前によく言ったギャル、ルーズソックスって今でもあんの。髪型気合い入れすぎ。なんだその靴下は、サッカーのすね当てでも入ってんの。お前はもう学校から去れ。こんな中学校やだ。一度はやってみたい、船の上でタイタニックごっこ。これが現実、リア充バーカ。アンパンマン、新しい顔よ。うんこ、これはどう見てもうんこ。ずるいわ、こんなの絶対笑うわ。バイキンマンの日課です。いやお前それ、俺たち人間が青酸カリ飲むようなもんだって。